5月6日の井上直也 vs 練り戦のラウンドガールを務めた雪平りさ、雪平りさ、だが、青のミニの衣装にその白い素肌とむっちりとした太ももで会場の視線を集めたが、コメント欄では今も美しかった、などの声が並ぶ。フォト、雪平のラウンドガール全身写真、水着グラビア姿も雪平は多くの雑誌の表紙に登場する大人気グラドルでもあり、 今回も青いミニのワンピースでグラマーなプロポーションを披露。ラウンドボードを持ってリングを歩き、むっちりした太ももとグラマラスなボディで観客を魅了した。試合翌日の7日、幸平が SNS に、シャープリブボキシーンへえとありがとうございました。34年ぶりに東京ドームで開催された歴史的興行に感無量でした。プライムビデオでのアーカイブもぜひご覧ください、と語り、 プライイムビデオでのアーカイブも告知するとファンからはエキサイティングな試合に華麗なお姿が輝いて花を添えて最高でしたどんどん綺麗になってく雪ひらりさ D ひらりさんやはり勝利の女神様ですねと雪ひらと同じく試合に興奮したコメントや彼女の美しさを称賛する声も寄せられた井上が練りにダウンを奪われながらも KO で S バンタム Q4 団体王座防衛 WBA 世界バンタム級王者の井上拓馬が V に、竹井義樹が WBO 新世界バンタム級王者になるなど日本人が世界バンタム級4団体を制覇した神工業とまで言われた試合の数々。幸平のラウンドガール姿も今後も見たいところだ。